フォーエバー・アンブライドルドは、アメリカ合衆国の競争場、繁殖品場。主なカチクラは2017年のブリーダーズ・カップ、ディスタフ、パーソナル・エンスン・ハンデキャップ、2016年のアップル・ブロッサム・ハンデキャップ、ベルデーム・ステークス、2012年4月24日に誕生。母・レモンズ・フォーエバーは2006年のケンタッキー・オークス場であり、翌年の繁殖セールで、 チャールズ・フィップケによって250万ドルで落札された。本場の一歳姉の前姉、アンブライドルド・フォーエバーも2015年の G1、バレリーナ・ステークス・カチューマという両血の一族である。オーナーブリーダーであるフィップケの所有馬となり、母と同じダラス・スチュワート旧社から2歳11月にデビューし、翌月に初勝利を挙げる。3歳児は、ケンタッキー・オークスにも出走したが、 目立つ存在ではなかった。しかし、同年末にカムリーステークスを制して、初の重賞価値を収めると、翌2016年にかけて3連勝で、アップルブロッサムハンディキャップを制し、一気に G1 馬に登り詰めた。秋には、ベルデームステークスも制して、G1.2 勝目を挙げ、ブリーダーズカップディスタフでもビホルダー、ソングバードの名品同士の叩き合いに一馬新一、四差まで、 食らいついての3着と、構想した。2017年は、パーソナルエンスンハンデキャップで、当時14戦13勝のソングバードを破る、金星を挙げ、事前のブリーダーズカップディスタフでも3歳馬、エーベルタズマンの追撃を半馬心退けて優勝。同年は、G1.2 勝を含む3戦無敗の成績で、エクリプス賞最優秀小品馬に選出された。2018年は、 金馬初の制覇を狙って、ドバイワールドカップに参戦。結果は、サンダースノーの5着となり、同レースを最後に現役を引退した。以下の内容は、イクイベスの情報に基づく。ドバイワールドカップ後は、フィップケ所有のまま繁殖入りした。初年度の後輩相手は、メダングリア道路。ありがとうございます。